はい、というわけで今日もやっていきましょう。というわけで鍵を開けていきましょうか。今日は思いっきりね、さっき前回ね、虫トラップが、おっと開いた、やっと会えるのか、おっといたぞ。いや、嫌な予感がするな。いや、俺ここ入っちゃいけない気がする。部屋、おっと猫がいる、猫の置物がある。なんちゃって、なんだこいつ。今に動き出した。これ動き出すんじゃね。俺動き出す気がするよ、俺これ。急に、あー、最悪だ最悪だ最悪だ。帰ろう帰ろう帰ろう。うわ、調べられるとこ多すぎ。いや、ワンから読んでいきましょう。多分ね、横にあるのがワンだと思うんですよね。あ、やばい、ワンだった。魔女の家の扉は鍵では開かない、何かが鍵になっている。魔女の家は魔女の力によって姿形を変える。なるほど。笑い話。昔々、ある金持ちの男が大きな宝物を手押し車で運んでいました。車は山の中で壊れてしまう、車は山の中で壊れてしまいました。そこに狩人と犬が通りかかりました。金持ちの男は狩人に手押し車を見張ってくれるよう頼み、狩人はこれを承知しました。金持ちの男は代わりに車を呼びました。その間、狩人は宝物になっている。やがて夜になり、狩人は家にいる老人の母のことが心配になりました。そこで狩人は車に手押し車を見張るよう言いつけて、母の様子を見に帰りました。金持ちの男が戻っていると、犬が手押し車の番をしていたので、金持ちの男は犬の主人への褒美として、銀貨を犬に加えさせてやりました。犬は家まで走っていき、狩人に銀貨を落としました。それを見た狩人は怒り狂いました。手押し車の番をさせられていたのに、お前はあそこから銀貨を盗んだんだな。狩人は犬を殺しました。おもんないで。お前の笑いのセンスどうかしてるで。おもんないよ。ほんとおもんない。古い新聞記事を見ましょう。全焼。うわ。警察はそこで途切れていると。はあ、もうマジで無理だわ。ね、これ絶対誰かいるよね。何者、話しかけてみるか。ああ、本の整理がうまくいかない。何か縛るものはないかな。ああ、なんかついたで。ああ、壁に赤いものがべっとりと塗られている。すげえ。ドアに小さくなる。昆虫だって。俺昆虫嫌いなんすよね。人間の頭部だって。持っていきましょう。何か割れるもの。とりあえず薄い紙切れ、縛るものは樽の中。なるほど。一冊の本が抜けている。いや、ちょっと本当に嫌っすわこのゲーム。本当にちょっとだんだん無言になっているが、ゲーム実況者とはしてあるまじき無言プレイが、はい、行われているが、あ、樽いっぱいある。樽の中、どの樽か。雲は目が悪い、色まではわからないだろう。蝶を救えて、多分この蝶なんだろうけど、多分ね、今救うとすげえ痛い目に遭う気がする。今救っちゃいけないんだろうな。樽の中にこれ持っていきましょう。で、多分ね、これね、多分まだ救っちゃいけない。多分救ったらろくな目に遭わないんですよね、僕の予想だと。なんで、ちょっと、いや、びっくりした。何なんすか。え、何なんか今動いたよね。少し動いたような気がする。俺も動いたような気がするが、俺も動いたような気がするで。何か縛るもの。ロープ。あ、それくれるの。ロープあげるよ。ありがとう。これあげる。読むと死ぬ本を手に入れた。
読みてー。あ、動い、全然動いてる。あ、全然動いてる。今全然動いてた。めっちゃ動いてたで、今。今動いてる、あんたの横で。ねえ、めっちゃ無視してんな、お前。ちょ、一回読む？一回読みます。まあ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 、まあ、大体の人間は今想像できたことをしたまでなんですってので、大体の人間が今想像できることで、一冊本が抜けている場所ありましたよね。で、そこに多分本を組み込むんですよ。多分ね、ここにね、本を組み込む。よ、読まない。ああバカ。でも読む読まないしか選択肢がなかったから、ここに組み込むわけではないんだろうな。いや、頭使ってるよ久々に。ちょ、ひとまず一回ダメ元で超救いに行きます。取る。開かないだろうな。ほらね、最悪。俺雲が一番嫌いな、本当に。俺はもう、なんでそんな人をビビらすことに長けてんだお前らは。てかさ、読むと死ぬ本やるよっていう本をどうかしてんだよね普通に。うわ、今無言で何も見なかったことにしたからね俺の中で。いや、あの蝶を救うことは僕にはできないと。蝶を救う、この本は絶対どっかで使うと思うんだけどな。後ろから見ても何もない。一冊の本が読まない。本を差し込む、あった、これだ。本差し込んだ。ガラスケースの蓋が外れる。やっと。マジか、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 マジで言ってる。ああ、もうやや、もうやりたないわこれ。いや、ほんとやりたくない。いや、マジでやだ。早いやん、意外と早いぞ。意外と早くね。おい、意外と難易度高いぞこれ、逃げんの。ちょっとマジで逃げることに集中するよ。早いな。早いわこの骸骨。骸骨か、骸骨か。マジでだんだん、ちょっと初めはマジで怖えっていう感情からだんだん怒りの感情にスイッチしてまいりましたけども、皆さん、ゲームちょっと本当に読まねえよ。差し込んでやるよ。でマジで冷静になって、行くよ、逃げ切るよ。ああ、いや、でもコツは分かってきた、コツは分かってきた。これ次逃げ切ります、絶対。でね、片言片言言うでしょ、片言言うね、片言言ってますよ。はい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 、あー惜しい。片言片言片言来たよ。片言お化けが来たぞ。片言片言やろうが、マジ片言やろうが覚えて。あー、ちょっと疲れたんで一回
一回もう一回ここでやめます。終わります。今日はありがとうございました。また次回の魔女の家でお会いしましょう。マジ汗かいた。体に悪いわ、このゲーム。体に悪いっす。おやすみなさーい。